アランヒルズ8万1 0 5月隕石は地球で発見された月に起源を持つ隕石のことである。1982年1月、アンスメット計画で南極大陸を探査したジョンシュットは通常の隕石と違った隕石を発見した。このアランヒルズ8万1後と呼ばれる隕石はワシントン DC のスミソニアン研究所のブライアン・メイソンに送られて調査され通常の隕石と異なり、 アポロ計画で持ち帰られた月の石に近いことが判明した。数年後、1979年に南極で発見された山戸79万1197もまた月期限の隕石であるとされた。2013年2月現在、165個の月期限の隕石が発見されているが、そのうちのいくつかは落下の時に分かれた同一の隕石の破片で、 50ほどの落下した隕石が発見されていると考えられている。ガツ隕石で発見されている総量は4 6ラムに上り大部分は南極で発見され、他に北アフリカやオマーンで発見された。ガツ隕石は化学成分や同位体組成をアポロ計画で持ち替えられた月の石と比較することによって確かめられる。大部分のガツ隕石は 直径数キロメートル以下の月のクレーターを生成した月への他天体の衝突によって吹き飛ばされた破片でどのクレーターの起源かが特定することはできないが特殊な月隕石スアルヘイミール169はラランドクレーターが起源だと考えられている。気ガスの測定から求められる宇宙船にさらされた履歴からすべての月隕石が宇宙空間に放出されたのは2000万年より 新しいことが示された。大部分は10万年以内に放出され、地球を回る軌道を回った後、地球に落下したが、いくつかは、地球の重力圏を離れて、太陽を回る軌道で、比較的長く宇宙空間に止まり、再び地球との軌道と交差することにより、地球に落下した。月に着陸した6回のアポロ計画で採取された、月の石は、比較的、 狭い月の部分から採取されたのに対して、月隕石は月の裏側を含むランダム地域の月の地質学データを与えると考えられている。2013年2月現在、月隕石は165個発見されている。165レコーズ、ファウンドフォーベテオライツウィズネームズザットコンテイン、ミティリティコルブレティンデータベース。ありがとうございます。